名前あったっけって浮気になるからやめてよ。はいママベベちゃんです。ハッチュー。そしてね、今日はねちょっとお休みなので、ちょっとスペシャルゲストに登場していただきましょう。はい、スペシャルゲストはママのブルコ。あれ、なんかいない、なんか見えない、なんかいる、椅子に腰掛けて、皆さん見えます？ちょっとあれ、私こっちに行こう。見えます？こっちの皆さん見えないですよ。なんかね、なんかすごい美しく座ってらっしゃいますよ。ベルコ出てください。お化粧してないで早く来て、早く来なさいブルコ。はい、ということで、はい、本日のスペシャルゲストバファローブルコです。ハッチュー。ということで、ね、今日はねこの4人でねユニフォーム、かわいいですか？ちょっと、はい、なんかもう一回聞きますよ。ひげ染めてブルコ帰っちゃうから、皆さん、一回思いっきり叩いていくわよ。皆さん、私たちの織姫ユニフォーム、かわいいですか？せーの。はい、OK です。ということで、今日決めて、ということでイベント盛りだくさんなんですよね。イベント盛りだくさんなんですけどね、試合後にグラウンドにて織姫イベントがあります。そこには織姫10選手の等身大パネルがグラウンドに登場し、キャンプグッズやフォトスポットなどあります。試合前の会場後に13ゲート内高コース特設受付にで先着500名様に配っています。皆様ぜひ行ってみてください。ありがとう、よく言えました。そしてね、他にもなんかベルちゃんもツイッターに書いてたよね、なんか織姫のココアかな、それともね、あともう一個キュッティーベリーだってね、カッティーベリー、カッティーベリー。皆さん、ぜひよかったら後でホームページを見てください。何をカッティーベリーって言ってるかぜひご覧ください。答え、皆様ぜひホームページをご覧ください。もしくは食べに行ってください。はい、怖いね、怖いね。ベルちゃん美味しかった？どうだった、ベルちゃん美味しかった？ぜひベルちゃんおすすめのね、あ、飲みました？美味しい、どう？美味しい、最高。思って面白いでしょ、分かってたら何を言ってるかね。後でぜひ皆さんホームページから飲みに行って調べてください。ということで、この4人で行くんですが、まずは今日ね初めて来たよっていう方もいらっしゃるかもしれないので、まずはねみんなの自己紹介していきましょう。はい、まずは、はい、今日も元気なお兄ちゃん。お兄ちゃんじゃないよ。あ、今日も可愛くなってみたブルコちゃん。アンバサダーのバカローベルちゃん。で、なんと見せて222番です。よろしくお願いします。見てください、かわいい。ベルちゃんだけキラキラの背番号ついてるんですよ。ブルコちょっと、ブルコ後ろ見て、後ろ見て。ブルコはね何もないの。ちなみにビーズガールズも誰も何もないです。ベルちゃんだけの特別間近で見れるのはこのステージの特権でございますので、はい、ぜひぜひ撮ってください、はい、ということで、はい、次はこの4人でダンスをして盛り上がっていきたいなと思います。今日の曲は、勝利の女神ダンス。ミュージックスタート。Happy, happy, happy, this was me. Take this back, make
チームごとにポーズを合わせるだけの簡単なゲームでございます。じゃあ今日は夏希お姉さんブルコチームブルコチームブルコチームチャーリーお姉さんベルちゃんチームでいこうか。可愛いチームでね。はいで分かれてやりたいと思います。いいですか。はい、はい、じゃあねブルコチーム夏希お姉さんチームでベルちゃんアリお姉さんチームに分かれて対決します。で例えばお題を言いますよね。じゃあ例えば京セラドーム、京セラドームってお題を言います。すごい難しいね。京セラドームってお題が出ました。じゃあ京セラドームのお題でポーズを取ってください。いきますよ。でせーので一斉にポーズをします。でそれが揃ってたらこう外れてたら失敗っていう感じになります。大丈夫、京セラドームであのやらせないから安心して。はい、行きましょう。それではまずは、はい、ブルクンナッキョラサチーム。あ、こちらブルコ間違えたらダメだよ、アリさん。ごめんごめんごめん、今日ね、ブルコお休みだよね。ごめんごめんごめん、そう怖い、なんだろう、すごいね、口紅の厚さがすごいのよ。なんか、食べられそうなんだけど、怖いわ。はい、それでは行きますよ。じゃあ真ん中に来て、真ん中に、はい、じゃあブルコとナッキョお姉さんへのまずのお題はそうしましょう。これがだってお友達も
難しいよ、ある意味今年ちょっと難しいよね。ちょっといろいろ難しいけど、いける、いけるかな。オリックスです。いけるかな。ヒットやらない。ほらほら、合わせないよ、合わせない。はい、行きますよ、皆さん行きますよ。準備はいい？せーの、オリックス。どうだ。ちょっともうだけど、ちょっとマイクの関係でできないんで、どう今年のみんなで笑おうに皆さんなってるんじゃないですか。はい、全員で心一つになりましたね、はい、じゃあ罰ゲームをブルコとベリちゃんにしてもらいましょう。拍手、はい、拍手。これは致し方ない。代表してね。今日の罰ゲームはおりきゅんな一言をブルコとベリちゃんに言ってもらいたいと思います。はい、じゃあちょっとね、持ってくるから待ってて、考えて。考えてよ、ブルくん、止めれた。オリキュン、オリ、いいな、おせっかくだ。ありように、キュンして。ありように言って、ありように言って。ありように言うとも誰もキュンとしてないの。はい、ありように。どうぞ、はい、100点もどうぞ、ブルコ。はい、ブルコペンもどうぞ。はい、食べれちゃうの、はい。ね、せっかくなる皆さん、キュンキュンしたいですよね。キュンキュンしたい人、拍手。決めない、ブルコ女の子でしょ、足開けたい。はい、まったくブルコったら足すぐ開いちゃうんだから。ベルコも、ベルコ、あの開いてるけど可愛いベルちゃん。よし、開いてるけど可愛い、よしじゃないの、よし、早くキュンキュンすることが書きなさい。じゃあ二人帰ってる間ちょっと暇じゃん。はい、夏休みキュンキュンする一言言ってもらうわ。いやいやいや、なんで私にアリンなんでしょ。私さっき言ったの、もうじゃあ前田が拍手。お姉さんのキュンキュンする一言まで、3、2、1。みんな一緒にデートしよう、野球観戦行こう。あるって。ちなみに野球観戦しながら何食べるの。キューティーベリー。あ、キューティーベリー。アホがバレる。怖いね。はい、ということで去年さんのキュンキュンする一言でした。それでは、あ、できた。じゃあベルちゃんから行こうか。じゃあベルちゃんから、あのお店、ベルちゃんのキュンキュンする一言まで、3、2、1。みんな一緒にデートしよう、野球観戦行こう。はい、夏子の子被ってない。一緒じゃない。なんで違うの。ベルが帰ってたのに、夏子お姉さんがハーキングして真似したと。怖いね。
ね、球団よりもカッティーベリーを広め広めましょう。ナイスキーのちょっとあれを広めましょうか。カッティーベリー。はい、ありがとうベレちゃん。カッティーベリーが崩れ落ちてる。カッティーベリーが恥ずかしすぎて崩れ落ちてる。はい、行きましょう。それではどうぞ。大丈夫かな、はい、以上 DJ ステージ